ございます。タナボタクボタです。うるさくて聞こえないかな。まあ本日のおっさんです。精米してます。石抜きがね壊れちゃって、ちょっと石抜きを何て言うんだろうな、下からこう石抜き入れて、そこからまた巻き上げて精米の方へ、ビッグホーのなんて言うんだろう、モーターの先のプロペラがゴム製でね、いかれちゃってて、もう長年使ってて削れちゃって、上飛ばしてくれなくなっちゃって、だからもう直接入れてます。まあもともとうちの方の田んぼはなんて言うんでしょう、石が入らないんですよね本当に。あとそんな下までグッて刈り込んでないので、石は本当に入らないんで、まあいいんですけど、まあそんなこんなで今朝もこんな精米から始めてます。これはね、私の老人ホームの方で、皆さんが、お客様、ご利用者様が食べるお米です。コシヒカリです。はい、そんな感じです。それではまた。